恋も若きもということで、楽しく。日本列島ヤポネシア、ここ長野県で3000メートルの山々に囲まれてますけども、島国です。もう海がすぐそばですね。太陽の情け降り注ぐ南の島々黒潮の道、君の親父も天の呼び声に吹かれ、この道をテクテク歩いて、交わるところ君が愛を
いろいろ紹介してくれたスタッフの皆さんありがとう。どういうわけか、これがいいみたいですね。<笑>ありがとう。今日はカフェマヤのアキさんもね、一緒に乱入でします。もうね。
今日はいっぱいリニアの話をしてくれてね、本当にどうもありがとう。なかなかね、僕も今蒲沢っていうところにおります。で、そこの下をトンネルが通っていくわけだけどね、さっきサラスさんが言ってくれた水が抜けちゃうとかね、そういう問題が、みんなつながってるわけだから、水は川抜け、川だけ流れてるわけじゃないからね、山の水も全部こうやって川に染みて流れていくわけだから、それがひどい時は 50%も60%も70%も80%も抜ける時もあると。それはどういうことかってさっき言ったようにね、人の体から 80% 血液がなくなったらどうなるでしょうって JR の人に 聞いたらね、死んじゃいますねっていうこう言ってました。それくらい言うと分かるだよね。水がなくなって誰が困るんですかとか言ったからね、ちょっとびっくりしちゃったんだけど、まあそういう人たちがやってるわけですね。まあ人間というのはそういう意味では小さい動物です。もう自分の事しか分かりません。だけどまた周りの環境がそれを左右するってことはあるわけです。僕たち一人一人ができること、本当そこなんですね。もう人変えることなんてとてもできないんだから。無理無理って感じで、まあ一つ自分がね、そういうところに目覚めていくっていう。それでぜひ なんとかね、僕の合言葉は、100害あって一利なし、リニアモーターカープロジェクト、白紙撤回という、
예, 학시야, 학시야. 나도 학시기 시작. 자, 성훈이, どうぞ 言ってください。それで、もしね、トンネル工事が始まったとする。僕はまだ始まらないと信じてるんですけど、始まったとしても、途中でも、ぜひ白紙撤回の方に向くように、したいと思います。一緒にやりましょう。ね、本当は税金3兆円だから持ってかれるんだから、何のために働いてるかというね、子や孫のためにね、本当に、一緒にやりましょう。ね、虹の輪。はい。薄紅に染めたる時の
赤石だけの山脈、稲山脈、赤石山脈、その原生林がこう戻るように、そのような生き方、行動をしたいと思います。この指止まれ。どうぞ。みんなでね、本当にそういう気持ちでやりたいと思うんですね。僕たちは林業に反対してるわけじゃないか。林業が僕たちに反対してるだけだ。ちょっと虚しい気がしますかね。そうですね。もう山の一つの命というのは非常に長いと思います。だけどその上で生きとし生けるものですね。ありとしあらゆるものですね。みんなそこで折るわけで、今の赤石の一つのある時のメッセージなんだけどね、今の歌はね。ここに住むものは、これ例えばだけどね、赤石の法律に従うと。赤石の法律さえ一体何かと、ここに生きてるものをみんなだと。それが本当に一つの綺麗な、サークルになるようなね、それが一つの赤石だけの生き方だと思うんですね。でそれを破壊するようないろいろな、
答えの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 答
列一匹のカマキリにさえ道を譲る屍まではいない数知れた夜に永遠のピラミッドに火が灯される天幕には袋をと一匹のヤギが眠る静かにネギを浮かじる空間に渦漏れた空が一日の壁を灰色に染めているあの音の降り止まない頬の手で逃げ去るひまわりの人クジラの人手を見る手の人耳を見る耳の人たわわな都会の栗の実が雪を
リードギターは、伊那市に住んでいます、誠司君です。二十歳です。あ、二十歳になりました。失礼いたしました。で、こっちは京都で仲良し。自己紹介してる。何言うの。こっちは宗牛さん、京都、山唄をもう20年以上主催してくれてます、宗牛さんです。パーカッション。で、後ろ見えますか。見えません。暗いところに黒い影。我が大鹿村の、ドラマー、アツシ。アツカンです。平和への熱い気流、しょぼふる炊き立ての飯、平和への熱い気流、死滅したマングースたちのハリボテの会話、灰の肩を叩くカササギの視線、海に消えた幾千ものオーロラの歪め、まどろむ核ミサイルの霞のもとに、白いミミズクの目が流れてゆく、麦の塔のうつむきから外れ、女の桃に弾けるタンポポの味、鳥の声、孤独
する氷河の壁をすり抜け褐色の時間を行き来する地球たち戦争の椅子には幾百万のフクロウたちが詰めかけている名もない影たちの樫の実が転がっている名もない影たちのコオロギがすすり泣いている名もない影たちのよもぎの葉が生い茂っている名もない影たちの海辺には待ちわびていた一日がひっそりと生まれ出てくる男の桃には過ぎ去った浜湯の花が過ぎ去った浜湯の花が飾られているお互いに塩と土の愛を寄せ集めながらしぼんだクジラの羽を思い浮かべているしぼんだクジラの羽を思い浮かべているつなぎ合わされた虹のつなぎ合わされた虹の輪をつなぎ合わされた虹の輪をつなぎ合わされた虹の輪を Thank you.
暗がりにも言えよ。
乱れ思う間にコンクリートの巨大なゴミがそそり立つ巨大なゴミがそそり立つ実際はただの宇宙
しい川のほとりで会おう。そして旅が終わったら美しい川のほとりで会おう。そして旅が終わったら美しい川のほとりで会おう。そして旅が終わったら美しい川のほとりで会おう。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 ちょっと長くなった。行くぞ。あれ、今日はおとなしいよみんな。婦人部としては婦人部。おしか婦人部。マイキー、行くじゃん。いいじゃん。来た来た。はい、ボン。
They celebrate together with a hidden spirit. Rejoice, pray, celebrate together with a hidden spirit. Echo and each other, the voices are human.
隠れた魂の声というのですね、みんな解放しましょう。ね、誰だって綺麗な水がいいし、誰だって綺麗な空気がいいわけです、ね、そう悲しそうな顔しないで行きましょう。
Yeah.
ゃあありがとう。ありがとう。終わります。よかったね。